パリ五輪第6日、柔道、31日、シャンドマルスアリーナ、男子90キロ級準決勝で村尾三四郎、ジェスグループ、ラジモフランスのヌガヤプハンボと対戦。小外刈りで技ありを奪うと、さらに大内刈りで技あり。合わせ技一本で決勝進出。メダルを確定させた、村尾の力強い戦いぶりにネットも沸騰。一本。 決勝だ村尾は堂々として良いなぁかっこいい、完全アウェイの戦いで完勝さすが三四郎、村尾選手、圧倒的。などの賞賛の声が集まった。一方、地元選手一色の客席からの大声援には、オリンピックだから仕方ないけど、うるさいよね。柔道とは思えないなどの反発の声も上がった。村尾は初戦の2回戦でエストニアのカルジュライドに快勝 準々決勝でも UAE のアラム・グリゴリアンが指導3つを受け、反則勝ちを収めていた。